ノッコンテラさん始まるぜ。お疲れ参ろう。お疲れ。今日いよいよ白チャンネルのつけ麺と、はいはいはい、はい、あれ以来初顔合わせ。いやほんまにそうよ。練習しとんやろ。知らんの。いや逆に俺練習してるんやったら、そのボクシングを言うたら真剣にやろうとか、うん、頑張ってはる人のことを言うたらあいつはバカにしてたわけや。俺それに対して怒ってるから、うん、ちょっと練習やって言うたら頑張ってるよみたいなのとか、やってんやったらやってるでちょっと感じてるんちゃうみたいな思うね。言うたら頑張ってる人間に対してどうでもいいとかさ、なんでそれに言うたら勝たれへんかったみたいな、あの簡単な言葉言ってたんが俺は一番腹立つかな。まあ試合も多分今日発表されると思う。日にちたぶん白さんから一応まあまあ年内っていうのも言っとったし、まあまあ白黒そんなつけて年上げたりして、いやもうまあまあそうやな。むしろ今日やったとも別にかめへんからな。でもなんかこの周り結構周りから時間経っててさ、なんか忘れてる人もいてるけど、もうそれ関係ないから、もう俺らの戦いや。はいはいはい、はい、俺はもうずっともうその気持ちとその矛先に関しては変わってへんし、とりあえず行こう。はい、こんにちは、相川田翔です。はい、今日はね、いよいよですね、2人に揃ってもらいました。12月の25日に試合をすることが決定したんで、皆様に報告です。これはまあコメントとかいろいろあったやんか、はいはい、いつ試合すんねんとか、はいはい、まあ、そういうこともあって、もう逃げたんかとか、はい、やれへんのかとか、うん、このままないようにするのかってあったから、今日もだいぶ痩せてきたから鍛えて仕上げてる状態まで来たから、はい、年内に決着つけようかということで、はい、皆様に今日はその報告です。まあまあ僕はですけど、まあまあラグビーをまあ資本としてやってる、まあ、別に練習云々じゃなくて、まあ、どこまでできるのかっていうのをまあ見せてるチャンネルな部分があったんで、本気でまあ練習やってたとしても、もっと本気でやってはる人とやってるんで、まあまあ全然勝てるんちゃうかなと思ってるんで。まあ前にも言ったように、はい、まあ、ルールをちょっと説明するけど、はい、まあ、体重がだいたいあの当時はつけ麺が100キロを超えてたのか、100、はい、100ちょいやって、はい、うん、だからそこではちょっと体重差もあるんで、はい、だからお互いが80キロ台、まあ、90は行ったらあかんっていうことで80キロ台、まあ極端に言うと89でも OK やけど、まあ、80キロ台にしようっていうことやから、それは大丈夫。まあ今はまあ90なんで、今90、はい、うん、でつけ麺の方はもう完全にクリアしてしもてるから、はいはい、それとグローブが14オンス、はい、でからノーヘッドギア、うん、で1分の休憩が1分、それの2ラウンドで、はい、行いますんで、それが OK。OK です。OK、はい。はい。そんな感じでちょっとね、25日昼頃12時に一応生で皆様にも見てもらいたいんで、カットなしの生でやります。生ライブやります。そんな感じで気合い入れて。はい。まあぶっちゃけなんで俺が責められてるのかよくわかんない状況で、まあこうなってしまったんですけど、まあだって体重とか言ってたじゃないですか。僕は81ですけど、まあ何やったら別にリーチは90のままでも全然余裕で勝てるんで、まあとにかく90キロはダメだから、はい、その時一応計量を行うから、はい、80キロ台にしてよ、うん、それで僕に今勝てる言うてるから、もう舐めてんのかなって何笑ってんねん、おいお前何笑ってんねん、おいいやお前じゃあさ、もし俺に負けたらどうする？何でもしゃる。あ、そう、そういうこと、そういうこと。そのじゃ負けたら、負けたもんが罰ゲームっていう形を前言ってたんで、まあ、つけ麺が負けたらバリカンで丸坊主。この頭が何歳からずっとやってる。僕16歳からずっとストッパー抜けて金かかってますからね。だからこれがもう今回負けたら、これはバサッと、あ、全然いいですよ。リーチからバリカン入れるってもらう。こいつなんすんですか。リーチが負けたら、もういつもみたいな眉毛に眉毛を描いてたやつみたいなやつをここもタトゥー入れる。あ、タトゥーでその眉毛を彫るってことですか。そう、だからこれは消えないのよ、もうタトゥー入れるっていうことを。なるほど。すごい腹くくってると思うの、はいはいはい、まあまあ、視聴者見てる人は多分、それはリーチの方がかわいそうやないかと、はい、全然違うやと思うけど、はい、まあそこはまあ眉毛ほんならタトゥー入れるかって言ったら、はい、リーチみたいに入れるかっていうとちょっと違うから、そこは、はいはい、まあ丸坊主で、ちょっとここはもう丸坊主で、ほんでから眉毛の、ああいう
つもリーチのこれこうやって、はい、こんなやつを入れるという、はい、すごい罰ゲームやと思うんだけど、これはほぼ確定で大丈夫、確定で決まったから、いや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 、それやること確定じゃない、バカにしてんのかい言って言うんです、それが確定じゃないですか、まあそこは勝負の世界からリングに上がってみるのは分からんから、そこはだから負けたらそういう風な罰ゲームが待ってるっていうことだから、それでもその場でやってもらいたいんで、その場でやるんだよ、それでも堀市とか来るんですか、呼びます、タツーの人呼びます、ちゃんとやってくれる人、はい、でそれとバリカンはもう散髪屋から借りてきます、それからそのよくそれるやつをリーチからバリカンを入れてもらいます、はい、負けたらね、でもこっちが負けたら、まあ、達郎をその場でビーって入れます。そんな感じで、すごい盛り上がってきたんだと。これはすごいと思うのよ、これ。すごい罰ゲーム。YouTube 史上多分これないと思うね、この罰ゲームが。だから、リーチが負けたら一生消えないのよ、言うたら。あのままで歩いていかなあかんっていう、外でも。YouTube の時だけマジックで書いてるから、まあその手間も省けるのか知らんけど、まあちょっときついと思います。そんな感じになってしまうね。うん、まあお互い頑張って肉体鍛え上げてちゃんといい試合を皆さんに届けようよ、それを、うん、ね、倒せないと思うんですけど、自信のことは倒すか、勝ち負けダウンすらできないと思うんですよ、あ、ダウンとかそういうイメージは KO しようかなとかイメージはある、どういう、いや正直 そこに関してもないです、そんな技術も持ってないんで、とにかく勝とうっていう感じ、もうほんまに気持ちだけとりあえず ぶつけようっていう、そのダウンさせる自信もないわけね、いや俺がや、うん、いや、で、多分できるやろな、できてる、もういや、もうその調子の言い方めっちゃ気分悪いわ、ほんまダウンと俺が倒れるってことよ、あ、じゃあ、もしダウンさせる自信があるなら判定で負けても、俺がダウンしなくても眉毛入れるってと、もちろんその俺がダウンしなくて俺が判定で負けても俺は坊主にする、そうそう、判定負けたら坊主やで、もちろん坊主、坊主、まあ、とにかく判定のジャッジもおるから、はいはい、それは判定は決めるよ、そこは、はい、うん、あ、そこは自信ないんだね、うん、判定は決めるよ、逆に、そこ自信ないんだ、ね、自分に対してのルール余らない、そう、だって自信ある、逆に俺のこと言ったら倒せるもん、あんねやろ、うん、俺のことダウンさせられへんかったら坊主にせえ、あ、俺が言うてんのとそれ一緒や、じゃあ、まあまあそうやね、あ、そう、ルールおかしいやろ、つけ足しで自分の何楽しようとしたんだ、まあ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 、まあ最後まで立ってて終わったらそれは判定結果、うん、判定もジャッジの判定、うん、そして皆さんの前に来てる人とかの拍手の感想、ジャッジの、そういうのも取ろうよ、うん、もう偏ってばっかりやかんから、うん、何だったらそのな、まあ、コメントバーって来てくれたらどっちが勝ちかとこう、いや、まあ、つけ麺リーチってバーって来るけど、まあ、それのちょっと多い方も見てもいいかもわからんな、うん、明らかにもう決まってたらやれへんけど、際どい僅差っていうのがあった場合ドローみたいな感じ、はい、そういう時にはみんなに聞こうっていうこと、うん、コメントっすか、正直、いやいや、コメントを見てどっちが、まあ、リーチや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 、あ、もう完全リーチになるわけやから、コメントって基本的にリーチ寄りのアホが多いわけじゃないですか、いや、なんか結局ね、頭悪いやつ、負けるつもりでおる、いやいやいや、そんなことはないよ、そんなことはないけど、今そうやったら圧勝するぐらいに来たらええやん、いやいや、その今その話題じゃん、もしドローンになった場合の話題をしてるわけであって、この話題の話をそのまま続けると、そのコメントってなるとやっぱりなんか僕もコメントいろいろ見てたんですけど、なんかリーチよりの頭悪いやつの方がちょっと多いかなって思うんですよね、なまあそれが嫌われとんねよな、まあ、それはそれでいいかな、はいはいはい、まあとにかく明らかに勝ちにしたらええわけ、はいはい、際どいっていうことはもう一回ドローもあるかもわからんから、はいはい、もう一回1ラウンドやる可能性もあるし、あ、うん、もう2ラウンドや2ラウンドでいいと思うよ、はい、うん、あとはみんな決めてもらった方がいいんじゃない、そこはそんな感じでやりたいと思いますんで、はい、皆様25日12時からゴングです、見てください、これ最後、あ、それはな、あいつ歌って手出したら、手は出したら、手は、おおオールドタイマーやぞ、正式、無事終わりましたけど、はい、どうでしたか、いや、もう舐めてるわ、もうあいつ、やめ舐めすぎ、めっちゃニヤニヤしたな、うん、じゃあ、もうそういうところなんよ、もうほんま、嫌いやわ、ボッコボコにしよう、いや、もうほんまに、もうとりあえず、このなんかもうウィーってなってるムカつく気持ち、もっきりぶつけるわ、もうただそれだけよ、ちゃんと期待に応えますんで、あれもボッコボコどづきますんで、それを見に来てください、よろしくお願いします、来たら、ビーチバレーのシールくらいプレゼント、あ、もうそれはもうプレゼントします、もう当然のごとく、あ、OK です、はい。
させてもらいます。頑張ってください。はい、あと数字ですけど。はい。お疲れです。お疲れです。